御船祭りは平安時代に宇田上皇がこの場所で船遊びを楽しんだという故事にちなんで昭和3年から行われています。4年ぶりの開催となった今日は女優の水木有沙さんが初参加し、願いが書かれた扇を川に流す扇流しを体験しました。世界でも今いろんなことが起こっている世の中ですし、みんなが平和に過ごせるようにという思いを込めて扇を流させていただきました。水木さんは祭りを主催する車崎神社に賽銭箱を奉納するなどかねてから縁があり、今回の参加につながったということです。